大元摂斎、大元高島ことは、戦国時代の武将、政治家、臨在州の僧侶で、今川家の家臣、意名川高島こと、摂斎の郷は居住した場所に、摂斎と書かれた変額があったことが由来。父は、伊原城主、伊原正盛、母は、沖津横山城主、沖津正信の娘。父方の伊原氏は、駿河伊原周辺を治める一族。 母方の大吉氏は、横山城本拠に海運を掌握し海賊も、引いていた。両家とも今川氏の不大の重臣、今川義元に仕えて、義元の家督相続に尽力。相続後は義元を補佐して、内政、外交、軍事に敏腕を発揮して、今川家の前世紀を築き上げた。ご奈良天皇から、宝珠五穀禅寺を送りなされた。 主君の今川義元節祭が義元と初めて出会ったのは大英二年頃のこととされる。はじめ節祭は旧英商菊と名乗って、駿河富士山麓の全徳院に入寺し、陽名を、る菊丸といった義元の教育係を務めた。後に、京都合山の県民寺で修行をしていた。この頃から秀祭として将来を職望されていたと言われる。 この噂を聞いた仕君の今川氏地下から帰国して、今川家に仕えるよう要請されるが、一説には、この要請を二度までも断ったと伝えられる。協力三年、県人寺の死である、常安、竜隆氏によって、香る菊丸が得度の儀式を行い、商法と名を改める。二人は、さらなる修行のため、大英五年と天文二年の二度にわたって上落し、全徳院から県人寺へ、 さらに、明神寺へと移った。この頃に、商法は、道後、聖武を与えられ聖武商法と名乗った。今川家では、大英六年に、宇治地下が死去し、宇治地下の葬儀の頃、今川義元は、富士軍の善徳寺にいた。このことは宇治地下が、今川両国としては、不安定な、加藤の安定化を図っており、加藤に対して、重要な意置を占める与原氏出身の切祭を、 吉本の補佐役、養育係として任せていたのである。天文4年、全徳寺の十字であったこと継承春の七回帰法要の、ためするがに戻り、再び全徳寺に入る。天文5年3月17日、宇治寺が死去。ためはの日記や武田家臣の日記、高城再記などによれば、同日に宇治寺の後継的立場にあった辞邸の、彦五郎も死去している。がなかったため、 宇治地下の三男で吉本のイボ兄である、元広江元無と聖化粧法こと、吉本の家徳争いが起こる。この時、摂西は、吉本の家徳相続に尽力し、花相関に牢上した元広江元無を攻め、自陣に追い込んだとされる。このため、原属して家徳相続を実現させた吉本は摂西を厚く、信頼し、政治、軍事における最高顧問として徴用する。 人質として引き取った徳川家康天文14年、摂西が開け出らした、臨在寺摂西は吉本を政治、軍事の両面で全面的に補佐した。吉本も摂西を厚く信任して手厚い庇護を与えた。天文6年、摂西は宇治地下の時代から悪化していた斐の武田信虎との関係改善に努め、吉本の性質に信虎の長女、上映院を迎え、 信虎らの着手、春信に三条、金よりの娘、三条の方を終戦して、両家の間に、木の越春同盟を成立させた。だがこのため、これまで同盟関係にあった、相模の北条氏綱との関係が悪化し、氏綱は、駿河東部に侵攻し、同地を占領した。切妻はこれに対して、拙速を避け、天文十四年に、 関東関連の三内上杉すぎ県政を誘い込んで、武田春信と共同して、加藤に出兵し、同地を取り戻している。天文十二年、摂西は臨在寺の解散として迎えた第九層級の門人となることが許されて、同じ臨在州でもそれまでの県民寺派から離れて、妙心寺派に転じ、法名も後世に知られる、大元高島ことと改める。これは、 当時、明神寺派の勢力が東国を中心に急速に拡大していたことに対応しようとしたものとされる。なお、それに先立って摂西は、同じ明神寺派の明祝慶春を臨在時に招いて一時的に住職の地位を譲っている。天文15年10月、織田信秀が西三河に侵入して、松平広忠が救援を要請してきたのを機会に、摂西は大軍を率いて西三河に介入する。 天文十六年、今川軍を率いて、三河田原城を攻めて、道場を落とした。天文十七年三月十九日、三河小豆坂で、尾張の織田信秀と戦い、織田軍を破った。天文十八年十一月、三河安城城を攻めて、織田信弘を捕獲し、織田信秀と交渉を重ねて、織田家に奪われていた人質の松平武千代を、今川氏のもとへと取り戻している。 この時の人質交換は、三河の西の笠寺で行われた。安城城を失ったことにより小田氏の勢力は、著しく減退し、今川氏は西三河の支配権を得た。天文19年6月に吉本の正室、上英院が死去し、今川家と武田家の婚姻関係が絶えた。このため、天文21年11月に吉本の長女、峰松院を春信の着し、 吉信のの性質としてとつがせて、同盟、婚姻関係を保持した。天文23年3月には、甲斐の武田春信、相模の北条氏康安に働きかけ、交渉、春三国同盟の締結に尽力した。この同盟に伴い、吉本の着手、宇治に宇治安の娘、早川殿がとつぐ。これにより、 今川家は三河など、西方面への作戦に兵力を集中することが可能になったこの同盟に際し、武田春信、北条氏康、主君の今川義元の三夜の当主を、駿河の全徳院で会合させたとの伝説もあり、現在では面会そのものは、後世の創作との説が有力である。このように外交と軍事の活躍が目立つ切祭であるが、天文14年に構想を招いて、寸府に、 臨在寺を開け寺し、自らは二世十字となり、天文十九年には京都明神寺の第三十五代十字に就任するなど、僧侶としても活躍している。摂西の時代に、駿河では全徳院と清見寺を中高し、今林寺や上源寺、花市長慶寺、井原一乗寺が、遠州では、帝密寺が、三河では、太平寺が起こされ、明神寺派の普及がなされている。 天文22年、今川家の文国法である今川が名目録3 3箇条の追加21箇条の制定に寄与する。また臨済宗を中心とした領内における自社、宗教の統制や在来承認を保護する、商業政策なども行い、今川氏の最盛期に大きく貢献した。中国の司書である歴代条略を印刷している、工事元年うるう10月10日、駿河長慶寺にて死去した。 去年60、今川義元の右腕として、手腕を発揮し、今川氏の発展に大きく寄与したことから、国威の最小、名補佐役、軍師などと現在では評価されている。今川文言帳では、失権と評している。このように、摂西の手腕は、今川義元の前世紀を築き上げた人物として、後世には見られていた。そのため、摂西が生きていれば、 桶狭間の敗戦はなかったろうとまで言われる。また、紅葉軍艦では、切才の死後、山本勘助が、今川家のこと、しっかり坊主なくてはならぬ家と評したとしている。家康も、吉本は、切才を将との右して、国政を取りをこないしゆえ、過労の意見経路し、ゆえに切才なき後は、国政政は、座リーと評したという。なお、 伊原一族のヨ原忠タ,タが、武田信玄の家臣、山本勘助の義母の親族と見られており、摂西と勘助は、遠赤関係にあった可能性もある。人質時代の徳川家康の学問、軍学の詩とする説も存在しており、大和田哲夫が支持している。しかし、摂西の寸譜不在時期と重なり、摂西は、名目上の詩で実際は、摂西の弟子が言ったとする説をはじめ、 その対論、反論も多く、摂西を家康の師匠としている、長野九文、藁の記述も疑問視されている。摂西は、親方大書修例のことという吉本の大主としての心得を残している。これによると摂西は、婿の僧侶であれば形式などくだらないものに、こだわらないで尊敬すること、善事、商人などの豪におごって堕落する構想を非難するなど、 合理主義者としての素養を伺わせる一文がある、テレビドラマ漫画小説、ありがとうございます。